から合流してサマースクールまで10日間ぐらいあるので、ニューヨークで合流してフロリダに行ってディズニーワールドとか行こうかなと思ってます。ニューヨークアメリカブログスタート。こんにちは、ニューヨーク2日目です。今昼過ぎなんですけど、リッキーが時差ボケでね、夜寝れなかったので朝から寝てたんで、今起きて大戸屋で頼んだこのウーバーイーツ、激高のウーバーイーツを食べて、それを食べたら双方に行って友達と合流したいと思います。今日は友達と買い物行ったり、一緒にディナーしたりする予定です。店内寒いので一応この上着も持っていきます。バイバイ。このタコスはめっちゃ有名で美味しいみたいで、すごい行列。すごい人です。グルテンフリーのデザートがあって、セサミから作られた。ウェストビレッジにあるこのお店で今日はディナーします。かわいい。アメリカンドリームに行って遊びに行ってきます。初めてアメリカンドリームに行きます。それでは楽しみたいです。バイバイ。バイバイ。アメリカンドリームに行く前にちょっと時間があるので、こちらの公園に行きました。すごい。夜は
持ってくるみたいな。あ、ここアイススケートじゃん。なんかすごいアイススケートがあったり、この中にウォーターパークがあったり、遊園地があったり、あとお買い物もいっぱいできて、子供がすごい楽しめそうなモールです。リッキー、今からどこ行きたい？アイススケートもしたい？後でやろう。楽しめそうな場所です。室内遊園地があります。こっちに行けばウォーターパーク。並ばなくていいクイックパスをつけてもらって、今朝の有酸素を終えました。昨日たくさん食べたので、今日はちょっと有酸素まずしてからコアパワーヨガに行きたいと思います。今日もね、外食でバッツリコースなので、先に運動してちょっとでも減らしておきたいなと思って、今日は朝6時半からのコアパワーヨガなので、今から着替えてヨガに行ってきます。今セントラルパークまで来たよ。馬がママセントラルパーク着いたよ。いいね。今からこのセントラルパークの近くのカフェでリッキーと2人でランチしたいと思います。はーい。あ、お家が見えるよ。お家だ。バイバイ。バイバイ。セントラルパークのカフェに来ました。それ何？ママたち。めっちゃ怖がって乗れませんでした。行こうよリッキーなんで？じゃあこれを見て行けそうやったら行く？怖いの？行けませんでした。はい、こんにちは。今日は今からディナーに行ってきます。ニューヨークですごい人気でミシュラン三つ星のパーセというレストランに行くんですけど、
なんと3時間のフルコースみたいです。私は日本でも普段すっごい長いコースが苦手でいつも避けてきたんですけど、せっかくニューヨークに来たので、楽しんでご飯食べに行きたいと思います。今日はディオールの新しいバッグ持っていきます。では行ってきます。今夕方なんですけど自宅にやっと帰ってきました。今日は朝から撮影してました。すっごいいい撮影ができたので動画とか写真とか皆さん見てください。この今日のメイクさんがこの間メット柄の時にブラックピンクがニューヨークに来てたらしくて、その時のロゼちゃんのメイクを担当したメイクさんでした。すごいなんか立体感のあるメイクにしてもらいました。写真とか動画貼り付けてるので見てください。お疲れ様でした。こんにちは。今日は朝からコアパワーヨガにいつも通り行きました。ニューヨークではいろんな店舗にね行ってます。この近くだけでも5店舗ぐらいあるので毎朝違う店舗に行っていろんな先生のクラスを受けてます。今日はコアパワーヨガの後すっごい体が疲れてたのでマッサージに行きました。で自分で探して日本人で寒くなくてすごい強めの指圧をやってくれるところをネットでね探したんですけど、そこに行ったらもう大当たりでめっちゃうまかったです。イーズニューヨークっていうところなんですけど、本当に本当に上手でびっくりしました。また来週もね早速予約して帰りました。今日は今からこのマンションの100階にあるプライベートレストランがあるんですけど、前回まではまだオープンされてなかったんですけど、もう今回からはそのプライベートレストランがオープンされるので、今日はそこで知り合いとお茶したいと思います。では100階の様子も撮っていきたいと思います。
今日は今からニューヨークですごい予約が取りにくいというアトミックスというレストランに行ってきたいと思います。今日はね本当に寒くて、こういうレザーのジャケットなければ寒いぐらい冷えてます。ではディナーに行ってきます。リッキーおはよう。おはよう。今日はメトロポリタンミュージアムに今から行ってカール・ラガーフェルト展を、見に行きます。リッキー初めてのメットです。その後シボネというところに行ってランチして、その後娘2人をジョン・F・ケネディに迎えに行きます。今日はお姉ちゃん2人がニューヨークに行きます。はい、では行ってきます。バイバイ。
料理のお店で、こちらです。友達が撮ってくれました。今からコアコアヨガのヨガスカルプトのクラスを受けます。3日間ぐらい受けてなかったのですごい楽しみです。たくさん汗を流してむくみを取りたいと思います。ちょっと昨日夜ウーバーイーツとかで韓国料理とかたくさん食べたのでむくんでます。では頑張っていきます。マンションの隣にピザを買いに来ました。ここのピザ美味しいらしいです。今日はアイスクリームっていうかジェラートも売ってて、前一回買ったことがあります。こんな感じで、またアメリカンドリームに来ました。今日はこのウォーターパークで遊びます。
ートなんですけど、子供たちがラーメン食べたいって言って一蘭に来ました。私日本でも一蘭は行ったことないんですけど、明日子供たちが留学先に帰るので一蘭に行きます。これって日本も一緒なん、リコ？初めて一蘭に来ました。っていうかめっちゃお腹いっぱいやけど。ねえリコ、の子たち食べれんの？食べれんの？食べれない。替え玉も？替え玉もするみたいです。初めてです一蘭。今ピータールーが食べてきたんですけど、子供たちが明日またサマースクールに行っちゃうので、どうしてもラーメンが食べたいってことで、一緒に行ってたね、ニューヨークの、友達が一蘭に行こうよっていう悪ノリで、一蘭に来ました。もう私日本でも一蘭まだ未経験なんですけど、ニューヨークの一蘭に来ました。でもやっぱりね、日本に比べてすごい料金も高いです。もうめっちゃお腹いっぱいでデザートまで食べたんですけど、一応ね経験しておきたいなと思って私も頼みました。いろいろ紙に味の濃さとかオイルの濃さとか麺の硬さとかを書けるんですけど、それを選んで今提出して、こんな感じで店員さんとも顔が見れなくなってるので、これは多分日本も同じシステムなんだと思うんですけど、リコが特にラーメンが好きなんで絶対来たいって言ってね、しかもステーキも一番食べてたのに替え玉するらしいです。では食べます。今頼んだ海苔が来た。ここはちょっとだけそのまま食べちゃいけないの。うまーい。抹茶とカルピーコーバカルピスカルピスやりました。覚えたか。もうノコもリッキーもラーメン来てるのに私だけまだなんですよ。どうしてですか。なので今待ちます。お待たせいたしました。お待たせいたしました。こんにちは。替え玉まで一緒に来てしまったぜ。弁当みたいになってるんですよ。ほらやばい、楽しい。うますぎる。待って、ごめん。ご飯、日本のご飯とちょっと違うんですよ。日本のこれだ。ご飯めっちゃうまい。ご飯、日本のご飯じゃん。ご飯がさ、日本のご飯なんだよ。日本のご飯。こんにちは。今日は今からみんなでティファニーカフェに行きたいと思います。この間オープンしたばっかりで、撮影の時にね行ったんですけど、子供たちも行きたいということで予約してもらって、今からティファニーカフェにランチしに行きたいと思います。今日はエルメスのコーディネートです。上下エルメスです。二人もお揃いの格好で今から行ってきます。行ってきます。
私と明日日本に帰ります。家のジムで有酸素してました。始めた時は真っ暗だったんですけど明るくなってきました。この何日間かちょっと食べ過ぎてたので有酸素もしっかりして今からコアパワーヨガに行きたいと思います。多分今日でコアパワーヨガが最後になると思うので最後楽しみたいと思います。コアパワーヨガ終わりました。汗だくです。ニューヨークでは5店舗ぐらいいろんな店舗を回ったんですけどこのフラットアイロン店が一番気に入りました。先生によってクラスはやっぱ違うんですけどいい先生のクラスは本当にレッスンも充実しててすごい汗もかけるしコアも使えるしいいクラスです。またニューヨークとかハワイでこれアメリカしかコアパワーヨガはないのでスカルプトクラスをまたすぐに受けに行きたいと思います。こんにちは。今日は最終日なんですけど今から私の大好きなデパートの上にあるんですけどカフェに行ってニューヨークのお姉さんと一緒にランチをしていきたいと思います。その後はこの間行ったマッサージがすごい良かったのでそのマッサージに行ってよもぎ蒸しもして帰ってきてパッキングして夜に空港に向かいたいと思います。リッキーは友達と一緒にインドアスポーツをしに行ったりご飯食べに行くみたいです。では行ってきます。リッキー、キャンディーある。